皆さんこんにちは、大阪ユベッサの伊藤達也です。両親と、お姉ちゃんがバスケットボールをやっていたことがきっかけで、小学校1年生と始めました。最初野球がやりたくて、でももう半強制的にバスケットボールをやってました。でもやっぱ目標を設定することによって、自分のモチベーションだったり、そういうものになってくるので、やる気にもつながってくると思います。睡眠ですかね。バスケだったら、うまくいかないことがあったら、またそれを、失敗を繰り返さないように練習をするだとか、自分で考えながらやってます。成長を感じる時ですかね。練習でやったことを試合で成功した時の嬉しさじゃないけど、失敗した悔しさも嬉しさも感じれるっていう、また特別な感じですね。日本一になることと、個人的には日本代表に入りたいっていう夢があるので、そこに向かって頑張りたいと思います。情熱です。何事にも情熱を持って、あとは自信を持って、物事に取り組んでください。スタンドバイユー。